2014年ですよね、あの、はい、あの IVS の。そうですね、はい、IVS は2014年の12月になります、はい、あの優勝されてということで、はい、これは社員の方のこのモチベーションにも大きく影響しましたよね。そうですね、まあ、当時はですね、まあ、弊社はもともとやっぱり、まあ、求人をやってるものの営業が、はい、まあ、95% みたいな会社だったんで、まあ、20人の時は、まあ、17人営業で2人事務で1人エンジニアみたいな会社だったんで、やっぱり営業会社としてやってたという認識が強いんですね、はい、でそんな中で、あの、まあ、自分たちのビジネスが本当にいけているかどうかっていうのはなかなか自信が持てなかったんですけど、やっぱりそういうインターネットの登竜門、インターネット企業の登竜門のこう、ね、プレゼンのバトルで優勝したことによって、まあ、自分たちのプロダクトはいけてるんだという自信にはなってましたね、はい、優勝されてこう、あの社内はもちろんあれですけども、はい、社外的なところというか、はい、対外的な見られ方というのは変わりましたか？そうですね、まあ、採用の観点では特に変わりましたかね、うん、はい、まあ、IBS を機にこう秋っぱをしていただくことによって、まあ、そこから、まあ、かなり人が来ましたね、応募が、はい、実は弊社はあの採用の時にノックアウトファクターというのを設定していまして、ノックアウトファクター、はい、はい、あの、まあ、4つのですね要素を持ち合わせていないとどれだけ優秀でも入社できないという形にしてるんですね、はい、これはマインドの部分で、はいはい、ありますので、この4つとは一番重要なものをお伝えすると、はい、素直であるかというところなんですね。素直、はい、やっぱ大事ですか？大事です、はい。彼女たちを考える素直ってどういうことですか？そうですね、例えばあの、まあ、チームで仕事をしていて、はい、まあ、失敗が起きましたという時に全て人のせいにする人は、うん、まあ、素直じゃないというところがありますね。なるほど、はい、あとそのやはり自分ができないことが何か認識できるってところですね、うん、まあ、そうすることによって、まああの、まあ、例えばプロパー社員にも執行役員とかがいるんですけど、はい、その上に人が入ることがあるんですね、はい、でそういった時に通常結構こう圧力が、はい、生まれそうな感じしますよね、はい、そうですよね、まあ、弊社はそういうのは一切ないんですよ、うん、全員が素直であるというマインドを持っているので、まあ、そこは自分は この部分で欠けていて、この人はここがすごいから、まあ、上にいるんだということで納得できるようになっているんですね、うん、で私もだからあの自分より優秀な人をできるだけ取るようにしています、うん、はい、そこは私自身も素直にですね、はい、まあ、この部分は分かるけど、まあ、例えば私あんまり定性的に考えてこうデータとかあんまり得意じゃなかったんで、まあ、そこができる人にそこは任せたいと思って、うん、まあ、1人入れてで、まあ、教えてくださいってことでこう教えて聞いていくと、はい、はい、まあ、そういう、まあ、全員、ね、そういう気持ちでやらないといけないなと思ってます、うん、当時その少人数でやってくださった頃と、はい、今っていうのは、はい、どんな風に変わったなと思いますか？そうですね、もうやはり、まあ、プロパー社員しかいない時は言われたことをやるっていう人しかいなかったんですけど、今はリソースを、投げれば自分たちでやることを考えてくれる人が多いので、まあ、そういう意味では、まあ、まあ今までよりこう何倍ものスピードで進んでいるなっていうのがあります、うん、